はい、こんにちは。今日はですね、今回はフィリピンの危ない投資やらないかトップ3、そのね、田舎編っていうのをちょっと話していきますけれども、これはアキラ先輩チャンネルってやってるアキラ、僕の友人のアキラとのね、またコラボのね動画になります。で、僕は当然ね、このパラワン島プエルトプリンセスさんのね、この田舎に住んでるで、住んでるんで、田舎編。で、彼はね、マニラ近郊のケソンシティに住んでるんで、都会編で、まあね、彼も僕もこのフィリピンにね、移住してもう十数年になるわけですけれども、その間、まあいろいろなね、なんていうんですか、投資話ですとか、こんな美味しい話があるよ、なんていうのに遭遇してるんですね。で、その中で、まあ、自分がね実際にやっただとか、あるいはやる一歩手前まで行った、あるいはね調べて諦めた、でそこからね、まあ、引き下がったというようなことのねトップ3を話していきます。アキラ先輩チャンネルの方の、動画のリンクはあの説明欄にリンク貼っておきますんで、これご覧になった後でね、そちらも一緒にね、あの笑いながら見てください。まずね、フィリピンの危ない投資をやらないかトップ3のね、3番目なんですけれども、これはね、あの付き合っているね彼女のビジネスなんですね。あのね、こっちの女の子と付き合っていると必ずね、なんかビジネスをやりたいって言い出すんですよね。それはなぜかっていうと、例えば付き合ってる間はいいんですけれども、もし別れてしまうと自分がどうしてどうやって生活をしていけばいいのかって、もちろん不安もあるわけですよね。あのね、僕もね、いろいろやりました。最初にやったのがね、これ他の動画で出てますけれども、ミンダナオ島のね、ダバオからずっと東の方、ダバオ湾をこうそっちから見てぐるーっと回っていって、マティって町からさらにね、太平洋側の方まで行った方で、マティからね、1時間以上ジプに乗ったのかな。そこでね、サリサリをやりましたね。で、そこでサリサリはね、僕がいる間は大成功して、2週間経たない間で村で一番のねサリサリになったりしました。で、その後でね、また違う女の子と付き合ってる時はやっぱりみんなのね、カガヤンデオロってところで、今度はね市場の中でね、トロトロカレンデリアですよね、あの食堂をやったりもしましたね。まあ、その時も僕のいる間は成功しました。あの市場の中にね、何軒もトロトロが入ってるスペースがあるんですけれども、その中で一番最初にね、売り切れるトロトロになりました。まあ、一番、他のトロトロ売り切れないでね、次の日に持ち越しちゃうところもあるんですけれども、まあ、とりあえずね、いつもソールドアウトで、今日は閉店って形になるぐらいに繁盛させることに成功しました。あのそこら辺のね、サリサリとトロトロのところも動画の説明欄にあのリンク貼っておきますんで、あの詳しい説明をね、そちらご覧ください。で、もう一つね、一番笑っちゃったのがね、あのマニラで有名な、ちょっとね田舎編とは違っちゃうんですけれども、あの出会いカフェなんて言われてる LA カフェなんてありますよね。あそこでね、僕らよくたむろしてて、まあ奥のね別室みたいなところでね、ビリヤードやってみんなで飲みながらいつもねわーわー騒いでたんですけれども、あの時でアキラが一緒だったのかな、あとも、あの井上陽一が一緒だったのかな、なんかね、ビリヤードテーブルの周りでいつものようにね、なんか騒いでバカな話してたら、まあ顔見知りの女の子が来てね、でクヤーって、で私なんかビジネスをやりたいんだけどね、インベストしてくれ、投資してくれないかっていうわけですよ。アキラだったのかな、どっちかな、陽一かもしれない。なんかね、そうかと、まあ、ビジネスやりたいのかって、まあ、2人でね、その子相手に話してたんだけど、どんなビジネスやりたいんだって言ったら、その子がね、私はね、ピーナッツバターを作ってね、まあ、ピーナッツバターの製造業をやりたいというわけですよ。まあね、こっちの子みんなピーナッツバター好きなんですよね。パンにつけて食べたり、あとは料理にもピーナッツバター入れたりするっていうんで、まあよく買う、一般の人よく買う、スーパー行っても何種類ものピーナッツバターが並んでるんですね。まあね、でも多分売れるだろうけれども、まあ僕らの頭の中で分かったんですよ。多分ね、その彼女がうちの中でね、まあ手作業でね、多分その家族と一緒にピーナッツバターを作って近所の人に売るだとか友達に売る程度なんだろうなと分かったんだけれども、僕らちょっとからかってね、分かったって、じゃあね、事業計画書を持ってこいって言ってね、
でお前ね、工場はどこに借りるのかとかね、一体そのビジネスをやるのに何ミリオンいるのかね、そういうのも全部事業計画書持ってこい、もし行けそうだったらね、俺たち出してやるって言ったらね、女の子下向いてね、なんかスススススって後ろに下がって消えちゃいましたけれども、まあ、ちょっとかわいそうだったって言えばかわいそうだったかな。あとはね、やっぱりそこのね、カフェにいた女の子で、これもよくね、僕らがそこのたまり場でね、ビリヤードなんかやってると、まあ来てて、まあ仲良くしてね、一緒に玉ついたりとか、たまにピザ頼んでね、一緒に食べてたりした子なんだけれども、メイドの紹介所のビジネスをやりたいって言ったことがあるんですよ。外人が多いですよね。そこのカフェに来てるのってほとんど外人なんですね。で、一人住まい近くのコンドでしてる人も多いっていうんで、まあその子が言うにはね、自分がそのメイドの紹介のね、派遣元になって、で僕らがね、その外人にアプローチしてね、メイドを紹介するっていうビジネスをやらないかっていうわけですよ。それで、まあ、メイドを紹介していったら1日3時間とか4時間でね、その外国人は400ペソをね、僕に払う。でその分の僕に払うというか、400ペソがお客さんから払われる。でその実際にメイドで行って働くって子にはね、いくらしたかな、150ペソとかこんなもんで、まあその子が中に入ってね、まあ、200ペソなり何なり取るって言うんだけれども、もともとねそこに たまってる子っていうのは、来てる子っていうのは、要はね、まあ、その春を売る子たちで、そうやってお金を稼いでるっていう子が多いんだけれども、まあ、一人住まいの外人のところに行ったらね、どうやって稼ごうとするかがもう目に見えるように分かるわけなんですけれども、まあそういう子らもいろいろ考えますよね。メイド紹介ビジネスでね、まあそういうのでね、ちょっと集めてやるんで、ネットワークを作ってくれないかなと。それはもうね、あまりにもバカバカしくて相手にしなかったですけれども、まあちょっとね、女の子絡みのこと言いましたけど、次にね、フィリピンの危ない投資をやらないかのね、トップ3のうちの2番目に入ることなんですけれども、これもねちょっとね、女の子絡みになってしまうんですけれども、まあフィリピン人の女性とね付き合ってちょっと関係が深くなったり、あるいは結婚したりっていうと、まあほとんどの子がね、たくさんの兄弟がいますね。で男兄弟、あるいはお父さん、仕事がない、収入が少ないっていうんでね、まずねトライシクル買ってくれないか、そうすればうちのお兄ちゃんがトライシクル運転してね、毎日仕事ができる、これで一家が食えるって言うんだけれども、まあ、相手を見てね、この外人はもうちょっと金があるなと思ったら、今度トライシクルがねジプニーになってくるんですよね。でジプニーよりもっと金があるなと思ったらね、バンですね、バン、ハイエースのバンですね。あれで、16人とこんなお客さんを乗っけてね、まあその町からねあるところまでを往復で稼ぐっていうのは、まあ稼いでる人はね、いいビジネスになるわけですけれども、ハイエースのバン買うとね、こっちでね2ミリオン、日本円でいうとね400〜450万、まあかなりの大金のを出さなきゃ買えない高級車なんですけれども、それはもうね相手の懐具合を見て行ってくるんだと思いますけれども、でも僕一回ねコロッとね、トライシクルならやってもいいかなと思ったんですけれども、もちろんね日本人ですから、トライシクルのビジネスやるんだったら1台ではなくって、まあ、最低でも4台5台を入れて、まあ、こうやって回していくっていうんですか、そういうのをしていかないと、なんか1台にアクシデントがあったらそこでビジネスもストップしちゃうわけじゃないですか。でこれはもうねジプニーでもバンでも同じだと思うんですけれども、まあそのスケールメリットっていうんですか、そういうのがなきゃ無理で、まあね、その僕がね頼まれた女の子にしてみれば、家族をよくよく見たらね、やっぱりね怠け者なんですよね。特に僕が現金で買ってやったものだと、彼らにしてみればもうもらったものみたいでね、そのトライシクルなりジプニーなりの返済のために一生懸命働かなきゃいけない、ね、お金を毎月払わなきゃこれを取り上げられちゃうってことがないわけですよね。まず働かないですよね。もう僕はもちろんねその話には乗らなかったです。家族よく見てね、君の家族には無理っていうようなことを遠回しに言いましたけれども、まあ、ちょっとね3番目も2番目もね女の子絡みになっちゃいましたけれども、ね1番目、これ一番注意してほしい今でもあることなんですけれども、僕がマニラに住んでた頃ですね、2006年から8年、3年間ぐらいの間ですけれども、スキューバダイビングの仕事をしてました。まあクルージングパラワンに来て、パラワンから船を出してって、クルージングが主だったんですけれども、クルージングのオフシーズンですよね、
2月から6月が、まあ、5月終わりぐらいかな、オンシーズンで、それ以外のシーズンはあのビサヤの方に、風が出るんでビサヤの方の内海に行くか、あるいはマニラから、車でねバタンガスあたりに行くっていうようなことをやってたんですけれども、バタンガスのアニラオってところにもよく行ってたんですね。でそこでよく会うあの、まあ、日本語ペラペラのね韓国人だったんですけれども、彼がねビジネス話を持ちかけてきました。どういうことかというとね、魚の養殖のビジネスだったんですよ。まあ、バタンガスにねこうフィッシュパン、大きなところがあるんですね。でそこではこっちでねミルクフィッシュなんて言われてるねバグースっていう魚ですね、まあ、30センチぐらいに大きくなる魚で、まあ、フィリピン人大好きな魚ですね。あのバグースをねアルミホイールで包んで、あのそのお腹の中にね野菜ですとかそういうのを入れて蒸し焼きにしたのなんかもね、まあ、大好きでね、みんなよく食べてますけど、今高くなってなんかそのアルミホイル一つみんなが200ペソぐらい取ったりしますけどね。養殖のビジネスがあるってことでね、まあ、その韓国人がね、まあ、日本あれ日本にかなりいたことがあるって言ってたのかな。本当にね日本人と同じように、ネイティブの日本人と同じように日本語をしゃべる彼で、すごく気のいい男だったんですね。まあ、その彼もダイビングの仕事を韓国人のツーリスト相手にやってたんですけれども、まあ、彼がそういうビジネスの話を持ちかけてきてね、俺もやってるんだ、俺も乗ってるんだっていうわけなんですよ。でそのフィッシュパン、その養殖場のね権利を3人が持ってるってことなんですね。で3分割で投資をしてるっていうことなんです。で、まあ、そのうちの1人がですね、お金が急に必要になったためにその権利を売りたいって言うんですよ。で他の2人、その韓国人ともう1人のオーナーがフィリピン人だって言うんですけれども、その2人で買い取ればいいんだけど、それだけのまとまったお金が出せないって言うんですね。で、まあ、3口入ってるわけですよね。で1口がね50万ペソなんですよ。100万円ちょっとなんですよね、まあ、結構な額ですね。でそれを、まあ、1人抜けたいっていう人が売りたいっていうので、お前乗らないかって僕に言ってきたわけなんですね。でその条件っていうのが、まあ、50万ペソ、まあ、切りがよくね100万円としましょうか。で毎月 10% のね上がり、配当が得られるっていうんですよ。ということは、まあ、100万円出してもね毎月10万円戻ってくるってことは、10ヶ月でペイするわけですよね。11ヶ月目から入ってくる毎月10万円っていうのは、これね儲けになるってことなんですよ。あの話は分かった、じゃあその養殖場見に行こうって行きました。バタンガス近くの海ですよね。ちっちゃい船に乗って岸からちょっと出たところに網で籠ってあるね生けすがあるんですね。まあものすごいバグースがいましたね。浮き桟橋みたいなのがそこにね、まあ、小さいところ、畳で言えばね2畳分ぐらいのところがあって、そこに立ってね、ボートの上からだ、ね、ではなくて浮き桟橋の上に立ってね餌をこう撒くんですけれどもね、餌を撒くともうね水面が盛り上がるぐらいにそのバグースがうわーって寄ってくるわけなんですよね。何千匹っていたんじゃないのかな、あん中何千匹オーバーなのか、でも1000匹ぐらいはいたんじゃないかな。でその韓国人が言うんですよ、これみんなね1匹50ペソぐらいで売れるんだよ。そういうのがね、まあ、50ペソでそこから出てったものが、まあ、流通して実際の消費者の手に渡る頃には100何十ペソになってるんですけれども、まあ、50ペソがね、こうやって50ペソがいっぱい落ちてるのと同じだって言うんですよ。もうすごいよな、50ペソがこんないっぱい落ちてるの、これ1000匹いたら5万ペソかって10万円ね。で育つのにそれほど期間もかからないって言うんですよ。まあ何ヶ月でねその大きくなるのかっていうのは忘れましたけれども、まあその場で見てね、でまあ餌やりなんかやってみるかって言われてね、僕もねこんな網でね餌をねこうやって巻きましたね。ものすごい勢いで寄ってきて、本当に水面が盛り上がるぐらいのねバグースがたくさん来たんですね。でね綺麗ななんかね小さなね、なんていうのかな、まあ、コピーで作ったものですけど、カラーのねパンフレットまで用意して、こういうのを用意してね投資する人間をね募ろうかと思ってたっていうわけなんですよ。50万ペソね、ちょっと考えましたね。あのそんだけのねミルクフィッシュ、ね、バグースの群れを見せられて、僕は餌付けまでしたわけじゃないですか。で今この場ではね返事できない、ちょっとね 2,3 日考えさせてくれって言って、その場はマニラに帰りました、バタンガスから。でどうしても頭から離れないで、あれ美味しいよなと思ってね、まあ、一応 10% って言ってたけれども、この
なんていうんですか、上がりのいい時っていうのは 12%、15% 出るっていうことなんですよね。で、自分の今度に帰ってね、いろいろ考えましたね。スーパーにも見に行って、バグス実際見に行ったらね、百何十ペソしてるわけですよ。立派なこう30センチぐらいあるのは。これ悪い商売じゃないよなと思って、その韓国人の彼と約束してる前日、見に行った翌日にまた僕ね、バタンガスに行きました。で、同じ養殖場のところ、船でね、そこに渡してもらった船のところに行って、その時のね、船頭さん、船の持ち主がね、その周りうろうろしてたら出てきたんですよね。でも、昨日あそこ見に行ったんだけどさ、その船頭さんにね、聞きました。あ、その時ね、僕のフィリピン人の友達に一緒に行ってもらったんだ。その船頭さん、英語なんか全然できないんで。で、聞いてもらったんですね。あそこのフィッシュ版に行きたいんだけれど、あそこのオーナーは今ここにいるかって言ったら、いや、オーナーなんかずっといないよって言うんですね。ずっとね、マニラに住んでるって言って、マニラ、あそこ、マカティって言ったかな、に住んでるからここには来ないって言うんですよ。で、そこの管理してるのが、その船頭のおじさんと、もう一人、なんか海辺の小屋みたいなところにいる人が管理してるって言うんだけれども、その出荷とかそういうののね、いろいろの、様子を見るんで、週に1回ぐらいオーナーが来るらしいんですけれど、でこれオーナーってここ3人いたって聞いたけど1人抜けるんだろうって言ったら、何バカなこと言ってんだっていう感じなんですよね。オーナーは1人フィリピン人がやってるっつって、えっ、俺話が違うぞと思ってね、いろいろ聞いて、そのオーナーの住所も聞いてね、電話番号を聞いて、そのオーナーのとこマカティにね、会いに行きました。で、全くの嘘でね、そんな売るなんていう話はなくって、彼らはただのね、詐欺師でした。で、その後でね、僕またアニラウに行くことがあって、彼に会えるかなと思ってたんだけど、彼ね、姿消してましたね。多分ね、韓国に帰ったのか日本に行ったのかわからないですけど、帰る前にちょっとね、一人騙して100万円を得てね、やろうと思ってたんでしょうけれども、そんなね、養殖ビジネス、これバグンスだけではなくて、エビの養殖の詐欺なんかもかなりあります。で、今、マニラのね、ちょっと外れたところで、ウナギの養殖なんていうのの詐欺も出てきてるみたいなんで、皆さんご注意ください。パラワンでもね、そういう詐欺もあります。ちょっとね、都会ではない、同じね、マニラなるルソン島なんですけど、田舎寄りの話で、田舎の方に加えさせてもらいましたけれども、養殖ビジネスって声がかかったら、とにかく注意してください。ガイドとだけ行くんじゃなくて、次の日なりね、あと改めてそのガイドなしで行って様子を聞くようにしてください。いい話もあるかもしれないけれども、騙されるっていう話も結構聞いていますんで、ご注意ください。こんな感じのね、フィリピンの危ない投資やらないかってトップ3って話しましたけれども、やっぱりね、ビジネスっていうと、女の子が持ちかけてくるビジネスっていうのが多い。あとはね、やっぱり僕ら日本人ですよね。日本人に騙される日本人結構いるんですよ。で、日本人に騙される場合は被害額が大きくなる傾向があるんで、くれぐれもご注意ください。それだけをね、注意点として言いたかったんですけれども、フィリピン人の女の子にね、なんだかんだやってね、サリサリやらせる、トロトロやらせるって言ったってね、店の中いっぱいにしたって2万ペソ3万ペソあればね、サリサリなんか店の中満タンになりますし、トロトロ開ける時だってね、いろんなね、この設備、重機とか買ったってね、そんな何十万円もかかるもんじゃないんで、たかが知れてますけれども、日本人が日本人を騙しにかかるとね、これひどい目に遭いますから、ご注意ください。ということでね、こう田舎編のね、投資、危ない投資ですよね、トップ3話しましたけれども、2番目と3番目、女の子とやる方はね、ちょっとね、2番目にあったね、車買ったりっていうのをお勧めしませんけれども、サリサリとかトロトロはですね、この他の動画でも説明してますけれども、日本人のアイデア、ね、いろいろアイデアを持ってる人だったら、自分が一緒にいればというのが大前提ですけれども、なんとかね、つつましくね、食っていく程度はね、僕はできるなって実感を得ましたけれども、投資とは言えないですけれどもね、彼女に投資するっていうので加えさせてもらいました。こんな感じでね、田舎編を終わらせてもらいますけれども、またアキラの方のね、都会編、都会はもっとダイナミックなね、危ないビジネスがあるのかもしれないですけど、どちらもご覧ください。
それじゃあありがとうございます。チャンネル登録してない方プチッと登録お願いします。あとはね、あの説明欄に他のリンク貼っておきますんで、よろしかったらご覧ください。それじゃあまた。